事務局が所在する中央合同庁舎第8号管路後には53の切り門が用いられている。総合科学技術イノベーション会議は内閣府に設置される重要政策に関する会議の一つである。内閣総理大臣、科学技術政策担当大臣のリーダーシップの下、各省より一段高い立場から総合的、基本的な科学技術、 イノベーション政策の企画立案及び総合調整を行う役目を担っている。同組織の前身組織の名前は科学技術会議である。2001年1月6日、内閣府設置法に基づき総合科学技術会議として設置された。内閣府設置法の一部を改正する法律の施行により2014年5月19日に総合科学技術、 イノベーション会議と解消されるとともに、科学技術政策に関する司令塔機能の一層の強化がなされた。英訳名は、カウンシルフォーサイエンス、テクノロジーイノベーション。内閣総理大臣及び、国務大臣という指揮者の議場として、日本全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、総合的、基本的な科学技術政策の企画立案及び、 総合調整を行うことを目的とする。会議の議長は内閣総理大臣。会議の議員定数は14人以内で、関係閣僚、管理の他民間の有識者から内閣総理大臣が任命するが、当該民間からの任命には衆議院、参議院両方の同意を必要とする。総合科学技術、イノベーション会議のロゴには、 日本政府の紋章でもある切り文の一つ、53、切りが用いられている。内閣府設置法、第26条において、以下の所掌事務が定められている。初代議長、森吉郎。ありがとうございます。